よし、ネザー編を、ネザーに行く編を撮ったんですけど、見どころが全くなくてですねあそこのね、海のとこにネザーゲート作って行ってみたんだけど何にもなくて、とりあえずこの狼仲間にしてきました。これが新しい仲間ですあのネザー経由で違う場所に行ってこの狼を捕まえてきたってことですね。でここに一応ね豆腐を作る場所を作ってみました。とりあえず上には大豆が植えてあります。よいしょ、こんな感じでね植えてあって、で中でこうやって作っていこうかなと思っております。でこの下はね、あの豆腐の上にね、豆腐ブロックの上に石を乗せてる豆腐屋さんあったでしょ。なんでちょっと同じように地下にちょっと作ってみました。でね、ちょっと持ってる豆腐を並べてみたんだけど、とりあえず今んとこね見た目に変化が見れんのよね。ちょっと壊してみようか。木綿豆腐だよね。もしかしたらまだなんか違うんかもしれんね。ちょっとねいろいろやってみたいと思います。よし、ちょっとあっちの地下にこの木綿豆腐1個置いといてみようかな。なんか変わるかな。そもそも木綿豆腐ブロックじゃない可能性もあるよね、よく考えたら。もしかしてこの絹ごし豆腐の上にのしとくとか。あ、石がない。ちょっとこの上にのしてみようか。おい、ちょっとこれで試してみようかな。この方がなんかね、わかるよね、木綿と。え、あれ、俺今踏んだ。あれ、ほい、大丈夫だよね、俺今踏んじゃったのかな。木綿と、木綿と絹だったら違うかもだもんね。ちょっとこれでやってみよう。ちょっと間開けてみよう。じゃあね、ちょっと違うことしますよ。よいしょ、とりあえずこれ作って、よいしょ、あ、ここ入れとこう。よいしょ。で、ちょっとね、ツルハシが壊れそうなんだよね。とりあえず最初にダイヤのツルハシが壊れそうなんでエンチャントしようと思います。で村に行った時に本をたくさん集めてきたので本棚を作って上に並べてあります。ダイヤもね結構揃ってきたよね。あ、あとこの豆腐石、これちょっとどうにかしなきゃだよね。どうにかしなきゃって何かしなきゃだよね。ツルハシを作って、この石は燃やせる？燃やせない。燃やせないってことはクラフトなんかな。えい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 、あ、違うね。なんかでもできそうだよね。ちょっとこれは後で見てみよう。いつまでもね持っとくだけじゃダメだしね。よし、ちょっとエンチャントをしてみよう。今ねレベルが30マックスあるんで、で本棚もこの置き方が一番マックスに効果を発する置き方なんで、よし、いくよ。ほい、わ、めちゃくちゃいいくない、これ。効率強化と幸運、この幸運っていうのがいいんだよね。たくさん出てくんだよね、一つのブロックからね、物が増える、ドロップ数が増えるみたいな。あ、いいね。あとこの減塩かま、生塩かま、減塩じゃないや、減塩しちゃダメだ生塩かまど、この生塩かまども石を並べたら作れるみたいです。よし、今ねいろいろ見てたら面白いのがたくさんあったんで、ちょっとやってみようかな。まあその豆腐石のやつを見よって違うの見つけたんだけど、ちょっとやってみたいと思う、やってみたいと思います俺やってみたいと思う。木、これ何の木でもいいんかな。こう置いて、サトウキビをこう置く。あれ、違う、こうできた。樽、この樽っていうのもなんかできるんだろうね。あ、置けない。じゃあなんかとクラフトするんだ。樽、なんかあったかな。樽、あ、そうか、味噌とか作れるんだね。大豆、大豆と樽ってどうなんだろう。大豆と樽、あ、違うね。なんだ、樽、何ができるんだ。樽、考えろ。樽、そう違うよ、豆腐石だろ、豆腐石。なんかレッドストーンを、樽を置いて、レッドストーンを置いて、こうだっけ。出た、豆腐石だる。これなんだ、豆腐石だる。何に使うんだ。右くりでも何も使えないんだよね。これに豆腐を入れれるみたいなこと。
ちょっと木綿豆腐とかやってみる。ほい。いや、わかんねえわ。なんかに使えるんだろうな。ちょっともこれまたなんか調べてみますし、わかる人いたら教えてください。あともう一個やりたいのが実績だよね。この豆腐のクラフトにはすごく実績があって、初めての豆乳、あ、結構まだいろいろあるぞ。まず豆乳を作るはやったよね。で、草むらから大豆を手に入れた。うん、枝豆も手に入れたね。ずんだ、あ、枝豆を茹でてクラフトしよう。へえ。味噌作り、大豆と麦で麹の素を作る。いろいろあるぞ。いろいろあるぞ。きな粉も作れるんだね。羊毛に大豆、羊毛に大豆をまく。もやしを育てる。はあ、大豆と麦で納豆、納豆イカっていうのかな。納豆イカ、なんていうんだろう。納豆どこ？納豆どこかな？大丈夫、ダッシュポーションで抽出。ダッシュポーションってさ、俺なんか宝箱から手に入れたよね。どこだ？あった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 。あったぞ、ダッシュポーション。ダッシュポーション、大豆？大豆って書いてあったよね。ダッシュポーションと大豆を置けばいいの？あ、違うね。これまたなんかいるんかな？ダッシュポーションと大豆でなんかいそうだよね。それとも大豆、ダッシュポーションを置いてこう。いや、違うな。オッケー、把握した。把握したよ。瓶がいるんだ。瓶と、ダッシュポーションと大豆がいるんだ。はい。できた。大豆油。この大豆油って何に使うんだろう？一応2個作っとこうか。よし。じゃあ実績をついで見てみよう。そしたらわかるよ。これだ。大豆油で抽出したでしょ。厚揚げ、豆腐を素揚げしてみる。豆腐に片栗粉をつけて揚げる。スライスした豆腐ブロックを揚げる。おっと、なんかわからないぞ。どうやって揚げるんだ？考えろ。揚げるんだってよ。揚げる、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 揚げる。素揚げしてみる。豆腐を素揚げしてみる。なんか揚げる何かがいるってことだよね。もしかして大釜かな。大釜？あ、まずい、まずいぞ。これは非常にまずいぞ。状況的に非常にまずいぞ。水水水水、まずいぞまずいぞ。燃えるぞ俺家が。あ、やばい。ちょっと待って。まずい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 。まずいって、火事になるって。ちくしょう、危ない。待ってよ待ってよ。もう危ないよなあ。皆さん気をつけてくださいよ。かまどに火がついているときに上の大釜を取ってしまうと火事になりますからね。ちょっと俺周りの家の周り見てくる。油と豆腐、あ、普通にクラフトでいいんじゃん。できた、厚揚げできたよ。きた、実績これで1個解除だね。でこれはできたと。豆腐に片栗粉をつけるとスライスした豆腐ブロックを揚げる。片栗粉なんか持ってないよ。え、片栗粉、片栗粉って何からできる？片栗粉、片栗粉って何からできるんだ。片栗粉、ちょっと考えて考えて。片栗粉、片栗粉、今見てきたんだけど、じゃがいもがいるんだね。じゃがいも、じゃがいも、あれ、あったじゃがいもがいるんだ。じゃがいもをどん、あ、できた。じゃがいものみじん切り、よし。あと羊毛がいるんだ。羊毛か、羊毛ね。オッケー、うちの馬ね増えたんでね、ちょっと馬で行きますよ。羊毛を取りに行きましょう。
よし、じゃあ取ってきた羊毛3つ並べて、これで腰布でいいんかな。これとじゃがいものみじん切りで生でんぷんができて、これをさらにグラフトしてやればいいんだよね。燃やすのかな、片栗粉燃やせる。あ、燃やせるね。ほい、あ、できた、片栗粉できたよ。でまずこの片栗粉と、お豆腐を置いて、おっと違うのか違うのかよ、あ、できた、揚げ豆腐できたよ。揚げ豆腐ね。でよいしょ、豆腐3つをパンで挟む伝説のバーガー。いや、これ作るしかないでしょ。これは作るしかないでしょ。揚げ豆腐を3つ作って、でパンを上下に2個でいいんだ。できた、 TTT できた。待って、 TTT って何の略？豆腐トリプル豆腐タワーなんだ TTT、 TTT ってなんだ、トリプル豆腐タワー。やっぱトリプル豆腐タワーかななんだ、あ、トリプル豆腐サンドか。でもそれ T なんかな、違うよね、ちょっとわからんな。でスライスした豆腐ブロックをあげる。スライスした豆腐ブロックをあげる。ん？スライス？スライスってどういうこと？スライス？スライス？スライスした豆腐ブロックをあげる。ん？豆腐ブロックってスライスできんの？ああ、そういう意味か。木綿豆腐を2個並べて、木綿豆腐ハーフブロック。これがスライスされてるってことか。あ、できた、お揚げ。お揚げできたね。よし、どんどん実績の解除していけるね。よし、いいんじゃないか。で、お稲荷さん、お揚げとおにぎりをクラフト。おにぎりだってよ。どうする？え、意外と小麦粉をこう並べることによっておにぎりができるんだね。へー、おにぎり、お揚げ。え、なんだったっけ？え？お揚げとおにぎりをクラフト。お揚げとおにぎりをクラフトね。お、なんか醤油がいるらしいぞ。どうやら醤油は味噌を作る段階でできると。大豆と麦で、あ、できた、豆麹の種。おお、あ、ちょっともうちょっと作っとこうかな。これを持っておけばなんかちょっと発酵するんかな。ちょっとそれ待ってみようか。お、麹ができたの実績を取得した。おお、あ、これか、今全然わからんかった。よし、ちょっと待ってよ。よし、塩を並べて、豆麹を並べて、下に樽を置くと、味噌樽できた。この味噌樽をなんか発酵させるのかな。よし、この樽を置いて、この上に丸石を乗せると、これで発酵なんだね。で樽の色が黒ずんだら手で破壊して取り出すと。で発酵を終えた味噌だるに対してバケツを持って右クリックすると醤油ができると。じゃあちょっとまた放置だね。ちょっとまた動画ファイル破損したよ。醤油取れたんだって。本当に醤油取れた。醤油取れて、砂糖と醤油粉を置いて、おにぎりを置いて、砂糖を置いて、ここにこうやってお揚げを置いて、こうやってお稲荷さん作ったんだけど、その一部分なんか破損したな。いや、まあそんな感じで、でも本当にできたんで
何のためのこの動画だったんだろう。お醤油、ちょっとまたねこれ改めてやりたいと思います。大豆油、厚揚げ、揚げ豆腐、お揚げ、伝説のバーガー TTT、 お稲荷さんだったり、納豆だったりね。納豆はまだ発酵させてます。もやしも今育成中ですね。まあ、この辺がね結構できてきたんで、ちょっとこう実績がたくさんあるんで、いろいろ解除していきたいと思います。いや、なんでだろう、なんでだろう、本当にできたんだよもうなんか味噌の樽が黒くなって、それを右クリック、バケツで右クリックすることによってお醤油が取れました。どうやったら味噌取れるんだろう、詳しいんかな。よいしょ、あ、できた、また、うーん、味噌、あー、いいね、味噌できましたよ。多分ね、もやしはまだできてないと思うんだよね。うん、まだできてないね。じゃあまあそんな感じでいろいろ実績を解除していこうと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。あとコメントいつもありがとうございます。